徳川は広島県、山口県、愛媛県に店舗網を持つお好み焼きチェーン店である。1964年に広島市恵比寿町の劇場ビル内に1号店を開業。各テーブルの鉄板で客が自ら焼くという当地においては目新しいスタイルのお好み焼き店として開業した。広島県内を中心に店舗網を展開している。運営主体は 東洋観光グループの今井観光株式会社。また、同グループの株式会社徳川も、数店舗を運営している。1990年代から、チルドの広島風お好み焼きの販売も行っている。2006年10月より、広島風お好み焼き、鉄板教職家の新業体店、特米を展開している。混ぜ焼き式で客が自分で焼く方式を採用する。 お好み焼きチェーンでメインとなる商品は関西風お好み焼きである。大規模かつ広島市中心部に開業した初のお好み焼き店になった。徳川開店当時の広島では家族経営の小規模店舗が多かった中での徳川の出店は広島に住む人にとって衝撃を与えるものだった。徳川の出店は広島の人にとって関西風のお好み焼きを認識させ、 また、広島風のお好み焼きを再認識することにつながった。混ぜ焼きで客に焼かせる提供方式を選んだ理由として、食材及び設備を整えたら、客が自ら焼くことで、店側の手間を省き、店舗の大型化を図る目的などがあった。副産物として、自分で焼くことで、店内でも家庭内のような食事の段々が楽しめるというメリットも生み出した。 広島風お好み焼きの構造上、大量に焼いて提供することが困難だったが、その後ステーキ用鉄板に乗せて客席に運ぶ方法が考案され、店舗の大型化が可能となった。現在は乗せ焼き式の広島風お好み焼きも提供しているが、特米業態店を除いてメインの商品ではない。広島では珍しいもんじゃ焼きも扱っている。基本的にもんじゃ焼き。 広島風お好み焼きも自分で焼くスタイルをとっている。店内にはそれぞれの焼き方を書いたパンフレットがテーブルごとに置いてあるが苦手な人間は従業員に頼んで焼いてもらうこともできる。エトセトラ主力の徳川風お好み焼きには徳川家歴代将軍の名前を使い、その他のメニューにも徳川家の影響を受けた名称を多く採用している。メニューの名前は それぞれ徳川家歴代将軍の名前が使われている。その他、サラダや、セットメニュー、突き出し、ドリンクなどがある。徳川のテーマソング及び CM は、創業時から現在まで変わらず、使われ続けており、デュークエーセスが歌っている。CM は主に、広島ホームテレビの夕方、広島ボイス、月金ライブ、J ステーション耳より、ライブ5アップに放送されている。 CM 映像は全編アニメーションで構成されている。牛、豚、イカ、トールが楽しそうに並んで踊りながらコーラスし、女性がお好み焼きを作るというユニークなもの。長年フィルムを繰り返し使用され続けてきた影響で映像はかなり劣化しており色が褪せている。近年はテレビのハイビジョン化やに伴い昔の4、3の映像をそのまま使いつつも現在の16。 Q の放送に合わせて余白に別の映像を合成で入れたり、キャラクターはそのままに映像を HD リメイクしたものなど様々なバージョンが制作され CM で使用されている。また、広島出身のお笑いコンビ、アンガールズが読売テレビ、日本テレビ系列全国ネットのテレビ番組、秘密の県民賞の中で歌い、改めて広島県での知名度が高いことを示している。 アイモード、イスウェブ、ヤフー携帯では着メロがダウンロードできる。1980年に広島市は政令指定都市に移行し、広島市中区恵比寿町になる。広島で関西風のお好み焼き店は徳川以前にすでに存在し、1954年に旅館を改装した関西風のお好み焼きが開店した。第二次世界大戦前に、 大人向けのお好み焼き店の広島への出店は確認されていない。徳川の出店以降、広島にも個人経営の関西風のお好み焼き店が増えて行くことになった。関西風のルーツになった関東風お好み焼きでは段々を楽しんだと記述がある。ありがとうございます。